ドラゴンクエストウォーク。遅れました皆さん、いや、ドラゴンクエストウォークをご覧の勇者の皆さん、おはこんばんちは、ゲイコちゃんです。ガー、はい、そんな感じで最近ね、あのガンダム UC エンゲージに浮気してて、ギコちゃんね、自分のこのキャパシティっていうのは前から言ってるけど、モンストがまず外せないから、まあ一つ2枠しかないんですよ、ギコちゃんのタスクはね。だから1個モンストで、もう1個のタスクが今までドラクエウォークだったんだけど、ガンダム UC エンゲージっていうねガンダムのゲームが12月1日9日ぐらいに、リリースされて、そればっかりやるなっちゃって、まあ、もちろん端末がね、こっちの端末がガンダムで、こっちの端末がドラクエウォークだから、ドラクエウォークはもうずっとつけっぱなしにしてる。うん。気づいたらさ、レベリングもさ、上限解放されてるしね。マジでビビり散らかしたんだけど、普通に。なんだ、じゃあやんなきゃって思って。うん。なので、それに気づいたのは今日だね。はい。まあ、ちょっと頑張っていこうかなと思っております。まあ、もちろんレベルはね、まあ、ずっと放置してるだけなんで、まともに上がっとりゃせんよ。あ、でももう少しで81なのか。うん。あのね、なんでやってないの？なんでレベル上がってんの？っていう話は、まあ、よく聞かれるんですけども、これ何回も答えてるんですけど、ここね、高層階なんですよ。住んでるところが。40何階なんですよ。なので、勝手に歩くんですよね。勝手に。ほら、じわ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 勝手に歩くのよ。だから、勝手に戦う、戦う、うん。別に戦いたくなくても勝手に戦うから。しょうがないこと。もう住所の問題なんで。はい、そんなわけで、本日は、まあ言うて、課金はほとんどもう UC エンゲージの方に回しちゃってるんですけど、まあやめるわけではないので、ね、ギコちゃんね、この、新春2022奇跡の剣福引き、聞いていこうかなと思います。その前にこれさ、いいじゃん。死後装備一枠確定。新年の装備なのになんか意外とパンチなくない？これ 500% はすごいんだけど。内容としてはいいんだけど。これだって、この今回のピックアップ装備確定とかじゃないもんね。まあ、いつもないか、それで言ったら。引いていこう。おい！おい！おい、スラミチ来なかったってことはそういうこと？終わっただろこれ。奇跡の剣欲しいよね、とりあえず。おいおいおい、最新狙ってんのにサイコ来るな。うん、サイコパス野郎。ちょっと待って、おい、サイコパス野郎とか言っちゃったじゃねえかよ。でもなんかいいねこれ、ちょっとメロンっぽいね、メロンの匂いしそうだね。いい匂いしそうこの鎧、もしくはおしんこ。あ、いいじゃん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 。おー、めちゃめちゃいい運営さんじゃないですか、勘弁してくださいよ。でこのついでにチケットもあるんで、これでもう一種類当てて、チケットって当たんねえんだよな、俺の中では。当たんねえんだよ、俺の中では。まあまあ、違う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 、これは。な、ほら、な、NA、な。しょうがない、これ。じゃあ、引きますか。30連引こうか。実は10連引いたんだけど、当たんなかったんだ。だ実質20連目みたいなもんだよ、これ。おい！おい！びっくりするわ。なんで変わるんだよ急に。ただスラミチが見たい、一軽でいいから見て、お願い。アックス出すぎだよ。お、どうだ、奇跡の剣持ってるだけでちょっとね味が変わってくる気がするんだよねそういうことよね喉やばくなっちゃって今あんまりでも出なさすぎてびっくりしちゃった。20年目、いやこれ実質30年目だから。
いつも通りのジョイラスト。おーいいねその感じね、いいよ、ドラクエウォークらしいぞ。はい、ということで、このガチャは課金して引くことはもうありません。私はですね、交換所マイレージとか貯めて、まあ引くぐらいかなってところかな。はい、まあそんな感じで今年もね、まあがっつりってわけじゃないけども、マイペースにドラクエウォークを楽しんでいこうかなと思っております。そんなわけで、バイ、センキュー。